何？何？まずい。あ、あー、あー、皆さん見えますか？聞こえますか？声。こんばんは。まずい。始まる。やっほー。いやー、なんかね、今日はね、晩ご飯を注文して、晩ご飯届くまで1時間ぐらいかかりそうだったから、なんかやろうかなと思ったんだけど、今日起きてからすももさんの放送にお邪魔してたからさ、特に何もやってなくて、だから、あ、エペ見てた、ありがとう。だからなんか僕も放送しようかなと思って、で、明日ね、明日か明後日のどっちかぐらいになんか放送しようかなと思ってたの。なんだけど、特になんか内容決めてなかったから、一旦みんなと喋るかと思って枠取った。マジ超突発的な配信でやることなかったから、これ日本酒瓶で買ってきたから飲むね。いや、酔うかもな。ちょ、開けるわ。あかん。あ、握力が、握力が、握力が足らなすぎて、ちょっとおかしいな。かつては60近く握力あったのに、あ、今瓶の蓋も開けられない。ちょ、待って、開かないんだけど。え、待って、結構本気で開けてんだけど。入れます。いや、これはやばい、これやばいな。アルコールいくつだこれ。アルコール度数が15度。よし。なんかさ、ちょっとまふまふの悩み聞いてくれ。あのさ、僕音楽をやってるじゃんか。で、ここ最近毎日音楽作っててさ、いや、まあ一日、なんだろう、最近 BGM とかめちゃくちゃ作ってるんだけど、それで、まあ、ちょっと BGM の案件があって、でそれでそれを何曲 ?5、6曲ぐらい作ってたんだけど、まああと1曲なんだよ。5曲はできて。で、でもなんかさ、なんだろうな、あと歌取ったり、まあ、歌物の曲作ったりって感じで、まあ、ATR の曲作ったり、でもさ、なんかそれってさ、投稿するまでにさ 2,3 ヶ月かかったりするじゃん。で、今月は投稿する曲とか決まってるんだけど、じゃあ日常的に暇なんだよね、やっぱり。夜とか暇でさ、曲作るのなんて深夜ぐらいだからさ。でもなんかみんなの見えないところでゲームしててもしょうがないし、なんかさ、こう日常的に活動できることってないんかなと思って。最近ってやっぱさ、配信者が流行ってるからさ、めっちゃこうみんな毎日活動して当たり前みたいになってるじゃん。僕全然やれることないから、どうしようと思って悩んでたので、それをちょっとみんなにちょっとね聞きたい。まふまふの何を見たいかっていうのを、まふまふが毎日何かできることを相談したいということで、お酒を飲みます。いただきます。やばい、やばいかも。あ、これはね、酔うやつだ。これは酔うやつかもしれない。心なしか顔も赤くなってる。まふまふの顔も赤くなってるわ。あ、やばいねこれ。やばいね。インスタ上げてほしい。インスタライブ、インスタライブってリア充がやり、あれか、インスタライブとかね、 TikTok ライブとかね、やってってすごい言われるんだけど、何やったらいいんかな。
教えて。インスタライブと TikTok ライブは何をやるのが普通なん？陽キャのノリなんだ。はあ、顔出し。ああいいよ、別に俺が顔出してみんなが喜ぶんだったらいいけど、俺が顔出してるだけで成り立つんか。話してる内容はこんな感じだよ。あ、弾き語りとかいいね。あ、いいね、弾き語り、いいね、いいね。でもなんかやっぱさ、ツイキャスいいよな。ツイキャス一番好きかもしれん、僕の中で。ああ、作詞放送。あ、そうだね、それはね、メインチャンネルでやれることだからね。やるやる言ってやるやる詐欺してるけど、ちゃんとやるわ、ちゃんとやる、それ。ちょっともうちょっと飲んでいい？飲みたい。分かってる、作詞放送は必ずやる。なんなら明日資料を作り始めるわ。明日一生懸命パワーポイントで資料を作り始めるわ、また。うん、でも多分ね、3日ぐらいかかるわ、資料作るのに。伝えたいことがたくさんあるからね。うん、ほんとほんと、わかった、明日資料作る、任せ。 で資料どんくらい作ったみたいな進捗も近々定期配信かなんかで、ね、言えるぐらいにするわ。あ、パワポ、ガチガチガチ、約束する。今お酒飲んでるけど、みんなリプライでちょうだい、資料作れって、作詞放送の資料作れって教えて。パワーポイントで作るから。わかった。リプ見ないじゃん、見るよ。いやいやいや、見るよ、結構ちょこちょこ見るよ。毎回見てるわけじゃないけど。ソロマスターチャレンジ無理だな。僕にソロマスターチャレンジは無理。無理なのはあれだよ、どっちかっていうと、なんかこうさ、あの初動落ちとかしてさ、死んでさ、お通夜みたいな空気になってる中、話し相手もいなく一人だけこうさ、なんかぼーっとしてて、次行くかみたいな感じになってる、あの空気に僕が耐えられないっていうのがやっぱ一番無理だよな。ゲーム配信とかさ、もうちょっと頻度多くやってもいいんかな。ポケカ開封動画ポケカ開封動画やばいな。俺がポケカ開封してんの見てなんか楽しいんか。楽しい、僕がポケカを開封してるのを見て楽しい。例えば僕100ボックスぐらい買ってきてさ、開封してるならわかるよ、すごいなって。僕がさ、なんか3ボックスぐらい開けるだけの放送楽しいんかな。サブちゃんね、サブちゃんで、ね、配信できることはなんかいっぱいやりたいなと思うけど、先日あの曲投稿したんだけど聞いてくれましたか。あの暗いまどろみの呼ぶ方へっていう曲なんですけど、喋れなくなってきたかもしれない。暗いまどろみの呼ぶ方へっていう曲なんですけど、あの曲はね、動画のね、構図もね、僕がね、考えてね、あの右から左に僕が流れてきて、あのサビでこうなってほしいですみたいな相談をして作ったんだけど、まあね、僕の心のね、暗闇の部分を書いたんだけど、あの助けてほしい、もうみんなに救いを求めていて、救われたいなっていう気持ちをね書いた。あれは1月になってから書いた曲かな。どうよかった？なんか自分の好きな曲ってさ、やっぱりああいうちょっとこう、なんていうのかな、公共の電波に乗らないような曲になってくるんだよな。で、なんかでもさ、そういう曲ってさ、やっぱり聴く人をこう選ぶというか、もう聞く人しか聞かないみたいなところがあるから、それがちょっと悩みですね。なんだかんだ言ってやっぱ夢のまた夢みたいなポップでキャッチーな曲の方がみんな聞いてくれたりするからさね、それがちょっと悩みです。鼻が詰まる、お酒飲んだからな。
やばい、ペース早いかも。でも今日この後ね、注文したんだよ。なんか上カルビ。今日ちょっとさ、土曜日だから贅沢しようと思って上カルビ注文しちゃってさまあ人と会う予定もないし、思いっきりお肉食べようかなみたいな。なんかそういえばさ、今日土曜日か、明日日曜、明後日月曜、しあさって火曜だったら、火曜にソラマフ定期配信あるから、放送すんなら明日だな。何の日本酒飲んでんの？ね、わかんない、読めない。岩手って書いてある岩手で日本酒、うん、わかんない、なんて読むんだこれ。大吟醸って書いてあるよ。美味しい。岩手の原材料だけ使用って書いてあるよ。すごい酔ってきた。もう頭痛いもん。病み上がりだけど、まあ、ちょうど治ったからね、いいかなと思って。なんかさ、明日できそうな放送をさ教えて。あの社員のみんなにもね、明日放送したいんだけどなんかないって聞いてるんだ。明日思いつかなかったら明後日やるけど、マシュマロ配信、アルセウス、アルセウスか、アルセウスちょいちょい裏でやってるんだけどね、進まんのだよなマジで。なんかああいうこうさ、動物の森感のあるゲームさ、どうしてもこう時間泥棒なところがあってさ、なかなか進む今ね、俺なんかね、家みたいなところでしゃがんでる状態でセーブしてあるもん。しゃがんでるから、家の中でセーブっていうかスリープしてあるなんかもう隠れてる人に見つからないようなところに隠れてるもん。ああ、ホラーゲーか。あ、アマースはね、あれだよ、今月やろうって話してて、今みんなで予定調整してるよ。うん、歌い手のみんなでやろうって話してて、で、なんか誰やったかな、アマースの窓に千楽くんとクロちゃんとメイちゃんがやろうみたいな感じ書いてて、で、俺もね、いるんだけど、窓にね、十何人ぐらいいるのに、その4人しか書いてない。みんな回答してる？あ、してないわ。まふまふ、せんら、めいちゃん、黒猫の4人しか存在しない。あ、やりたいって言ってる人が。あとみんな、無視っていう。やばい、酔ってきたかもしれん。やばい、もうちょっと飲むわ。なんかない？明日やる放送、やってほしいことない？なんかない？なんかゲームよりみんなと喋りたいな。みんなと喋るような放送したいな。歌枠はお酒飲んだから、お酒飲んだからな。雑談、雑談今してるけど大丈夫か？マシュマロ読み配信か。マシュマロ読み配信する？マシュマロ読み配信する？え、みんなマシュマロ読み配信好き？え、大丈夫？ ASMR、 ASMR あるよ。あるけどなんか恥ずかしくない？何すんの ASMR って。俺人の ASMR 配信さ見たことないんだけどさ、何すんの？ダミーヘッドマイク使って110万円ぐらいしたんだけど、あのマイク何に使うのかわからんまま放置してあるよ。あの顔何に使うの？耳かき、耳かくの？自分の耳かいてる音をみんなに聞かせるってこと？あ、気持ちいいよって自分の耳かいてて気持ちいいってセリフを読む。何？へい、いらっしゃいとか、いらっしゃい、へい、
やなんか ASMR 配信だけは見ちゃいけない気がして見てないんだよね。わかんないんだよ何やったらいいか。見てないせいで記憶に残ってるのはソラルさんと一緒にダミヘマイク使って遊んでソラルさんが耳元でラップをぐしゃぐしゃやってたことぐらいかな。ラップの音俺好きじゃないからやだなと思ってた。あ、浦田さん ASMR してんだ、見てみるか。 OK、 なんかないかな。マシュマロなかったらマシュマロにするわ。マシュマロでもいいや。うん、ありがとう。なんか本当僕がお酒飲んでベラベラしてるだけなのに見にこんなにいっぱい見に来てくれてありがとう。ありがとうね。もっと飲むね。うん、あ、放送止まってない？あ、大丈夫。やば、飲みすぎたかも。はあ、やばいな。お絵かき放送、お絵かき放送か。僕のお絵かきでいいんか。結構やばいけど、何書いたらいい？お絵かき放送したとしたら。お絵かき、でもここにね液晶タブレットあるよ、多分結構いいやつ。やる？お絵かき放送。あ、やるか。明日お絵かき放送。あ、ポケモンとかマフェテルとか友達とか書く。え、みんな何それ見て楽しいのかな。え、結構やばいよでも俺のお絵描き。あの絵下手だよすごい。全然いいけど別に。うん、カービィは描けるわ。お絵描き、じゃ待って、1案1お絵描きね、2マシュマロ。これどれがいいっていうのはあの社員と相談する。サムネイル作ってもらったりもするからさ。1お絵かき、2マシュマロ。他はホラゲ、あ、リトルナイトメア。ゲームか。なんかでもゲームやってるとさ、ゲームに集中しちゃってみんなと喋れないのがちょっとね、ちょっと悩むよね。それがちょっとね、みんなと喋りたいんだ僕は今。ゲームも楽しいんだけどさ、そう、ASMR 放送だったらさ、何をすればいい？ ASMR 放送、じゃあ ASMR 放送もあれにするか、案の3にするか。でこれどれがいいって社員に聞いてみる。うん、あ、セリフを募集してセリフを読む。あ、そうなんだ、わかった。それでさ、あの視聴者減るとかいないないかな。マフマフの音楽が好きだったのに、なんかこいつ耳元でセリフ読んでるよってなってさ、視聴者減るとかないかな、大丈夫かな。なんかこいつ思ってたのと違えよってなんないかな。なんないか、大丈夫か。わかった、 ASMR 配信ね。歯磨きしよう。何、耳元で歯磨きすんの、マジ？めっちゃ嫌なんだけど俺、それ耳元で歯磨きされたらぐちゃ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 みたいな、シャッコ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 、待ってね、まふまふ会社窓に書くわ、ね、明日の放送お題、1マシュマロ、2 ASMRで、セリフを募集して読む。恥ずかしいセリフとか俺言えんぞ。でも自分の耳を耳かきして音を聞かせる。3なんだっけ、マシュマロ ASMR、 なんだっけなんだっけ、マシュマロ ASMR、 なんだっけ、お絵描き、お絵描き、
はい。で4、あ、これでいいか。なんかあれしたいな。なんかお勉強枠とか、まふまふと一緒に英語のお勉強枠、かんかんあ、ありがとう。なんかまふまふがめっちゃ落ちてくる。ありがとうございます。すいません、落としていただいて。めっちゃ詰まってる、真ん中のとこでギッチギチギッチギチになってる。ギッチギチに、うん。漢検どうなった？漢検ね、漢字の勉強はしてる。あとは検定を受けるだけ。うん、いい感じ。他ない？なんかない？やばいな、そろそろ焼肉来るよ。あ、海外の言葉勉強する天才？天才？え、天才っすね。え、超やる気、やりたい。どうしよう。え、どうしよう、それどうやってやればいいの、それ。え、超やりたい、それ。タイピング、あ、タイピングいいよ。タイピングね、タイピングでももう特級ぐらいいけるよ多分。でもこれ以上やってもしょうがないみたいなとこあるけど、タイピング、なんか明日そういうのもやるか。なんか1個じゃなくていいよね、いろんなのやればいいか。じゃあいろいろやる。明日の放送はいろいろやる。英語まふまふと学ぶ英会話、英語発音とかめっちゃ下手だけど大丈夫。 Good morning、 Good morning、 こんにちは、まふまふです。おはよう。何時からやりますか？やるとしたら20時かな。20時ぐらいからかな。うん、あさってになったらごめん。明日準備してあさってになる可能性もある。マシュマロとかはさ、ほら募集せんとあかんから、ごめんね。それは明日かあさってのどっちか、ごめんね。明日ほら日曜日だしさ、やっぱ日曜日ってやっぱこうね、のんびりしたいじゃん。のんびりしたいかな、みんな。だからでもなんか喋れてないかもしれん。ちょっと待って、やばいな、飲みすぎた。やばいかもしれないな、飲みすぎたかな。もうちょっと飲むね。ん、さっきから日本酒をさ、お茶みたいな速度で飲んでるんだけど、やばいかなこれ。そろそろいい加減みんなと会いたいな。視聴者のみんなと会いたい。なんかこうライブとかで覚えてるよ、大丈夫。ね、もう会社の窓に書いてるから、忘れるといけないと思って、だから全然大丈夫ねえ。うわ、握手会とかしないの？今握手会したらほらコロナウイルス怖いからさ、なんかクラスター起こってまふまふ炎上して活動休止まで見えた。どう？だから今やってない危ないよね今は。一旦ね、一旦、今じゃない、今じゃないよ。うん、まあ、ライブはまだね、ライブはまだいいと思うわ。全然握手会になるともう手つなぐからな。もう実質手つなぐってもうなんかすごいよ。もう体の中全部交換するぐらいの接触だから、あれはやばい。オンラインなんちゃらとか別にいいんだけどね。まふまふと一緒に診断する放送、あ、診断する放送もいいな。じゃこの中から 2,3 個やるにしよう。5、診断、性格診断、さ、なんだろう、など。あとさ、俺どうしても一回やりたいことがあるんだよ。なんかさ、俺どうしてもさ、
今さなんかさ俺ってさあんまりこう視聴者の人と喋るなんか目白目向いてる大丈夫？なんか視聴者の人とさ直接喋ったりしないっていうイメージがあると思うんやけど、なんか俺は喋りたいの。でもなんかさ女子のさ視聴者の人とさ喋るとさなんかさこう女子の視聴者の人ずるいなみたいな話になってさ、その女子の視聴者の人がさなんか叩かれるみたいになったら嫌じゃん。なんか過激な人も中にはいるだろうからさ、だからさなんか男の子だったらさ多分いいじゃん。男の子と喋ってて怒られたら俺が怒るわ。俺が男の子と喋りたいんだから見ててって。で男の子限定で男の子の人生相談に乗りたい。なんかさ人生多分迷ってる人いっぱいいると思うねん。思うねんな。だから男の子のふりで女の子だったら切るよ普通に。あーごめんねって言ってさようならってピッて男の子と男の子で喋って、男の子じゃないよ僕はおじさんだったらすいません調子に乗りました。男同士で喋って男の子のなんかこう心の中にある悩みみたいなのを聞きたいんだよ。で願わくばその男の子の好きな女の子の話とかをしてほしい。俺はそれを聞きたい。あーいいな若いっていいなみたいなの。紅白のおっさんっていうな。やめろやめろやめろ。おっさんっていうなマジで。見た目は相当おっさんじゃないと思う。見た目は若い方で多分。同年代の元学校のクラスメートとかの写真見てびっくりしたよ。みんなもうさお腹出たおじさんになっててさ、活動者って若いなと思ったもん。そう見た目は相当若い方だと思う多分おこメンヘラっていうのはメンヘラって。いやこの間ちょっと逆突放送した時メンヘラを発揮してしまった。久しぶりにメンヘラになった気がする。なんかさそうそれもどうかな。と視聴者の男の子と喋る放送と視聴者の男の子の悩みを聞く放送って面白そうじゃない。いいみんないいやっても。あれそう嘘あれそうなんであれそうなの。えあれ荒れる要素あるかな。えなんでなんで男の子だよ。え大丈夫でしょ全然。荒れることないって。そんな怒んない。カリカリしないカリカリしないねえ。そんなやだやだかおいおい話したいんだけど。あ男子だけずるいそれはな。でもさ男子だけずるいっていうのはさその女の子を僕と通話したことによってさなんかさ言われたりするかもしれんやん。それのなんかその女の子のことがかわいそうだから男の子だけって言ってるんよ。そこ分かってな。うんまあじゃあやめ危なそうなことはやめておくかね。マシュマロでいいか。文章だったら別にね何も言われんしな。文章にしとこっか。ねえねえそうしよう。ちょっとでもね嫌だっていう人がいることはやりたくないよな。個人的にはお絵かき配信見たいですねって社員の子が言ってる。じゃあお絵かき配信はやる？もうお絵かきしながらとかもできるしな。でも ASMR とお絵かきがね両立が難しいんだよな。この部屋でしかお絵かきはできなくて ASMR は向こうしかできないから。マフマフの絵やばい。いやそうなんだよ。じゃあ俺さ一回さでもさねどうしてもやりたいことがあって、もっと本当にこう本物の布貼ったキャンバスを用意してそれにこう絵の具で絵描く、でそれでその実写のカメラで撮るみたいなのをやりたかった。俺の本当の画家としての力、そう画家としての力をみんなに見せたくて、見せたいなと思ってた。みんなにね舐め腐られた僕の画力だけど本当の力を。他になんかないかな。他に
やばいな、日本酒飲みすぎてすごいことになってる。やばい、今ゴクって飲んじゃった。やばい、なんかお水飲もうとしたらお水がなくてオリーブオイルがある。お水だと思って持ってきたのオリーブオイルだった。どうしようこれ、お水じゃなかった。V が荒ぶっとる、ごめん。女装しろ。あ、女装はでもねするから、これ宣言しとくわ。あの、女装します。申し訳ないけど、みんな見たくないもの見るかもしれんよ。でも女装はします。なんかもういいかなと思って。一応そのヘアメイクさん抑えたから絶対可愛いやん。いや、そんなことないよ。身長178センチで、みんなマフマフのこと背小さいと思ってるでしょ。178センチだからね、でっかいよ。178センチで握力60、右手の握力が60あるんだよ。あの、普通にクソ怖いと思うよ、目の前にしたら。アホみたいに怖いと思う。もうガッチガチパワータイプ。まあ、なよなよだけどね。うん、握力30、かわいいね。よち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 、かわいいね。握力30 30弱30ない、うぜえ。30ないのみんな。弱いな、そういうペットボトル開けらんないじゃんそれ。なんかたまにさ、たまにさ、めちゃくちゃさ、こうさ、俺のことをさ煽ってくるさ人とかいるじゃん。なんか視聴者でありアンチみたいな人いるけどさ、どうせそういう子も握力15とかなんだろうな。よち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 。何もできないって、俺の目の前に来て何もできないから。うざって言うなって。いいじゃん、かわいいなと思ってるよ。かわいいかわいいって。ね、マジでクソ怖いと思うよ、見た目。髪白くて超背が高くて、うん、空中に浮いてるしね。まあ怖いと思う。いい年してマウント取るなんてみたいな。いや、そうね、確かに確かにそうね。それに対していい年してマウント取ってる俺も相当だな。すいません、精神年齢あのまだあれなんで、一桁なんで申し訳ないです。許していただいて。年下の女にマウント取るなんて。あ、確かにね、大人げなかったな、ごめんな、ごめんね。自分でも自覚してる、自分がゴミだって分かってるから。やばい、このお茶っていつのお茶だろう。飲むわ。うん、あ、うまっ。もうちょっと日本酒飲むね。ちょっと酔ってきちゃってさ、ちょっとやばいかもしれんな。いらんこと言うかもしれん。はあ、なんかこういいことないかな、なんかこういいことないかな、本当にいいことないかな。なんかそろそろ良くない、一つや二つこうさいいことあっても。モテたい、モテたいわ、モテたい。いいことないかな、なんかモテてないよ。いや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 、みんな分かってないんだ今。このだって朝起きてスモモさんとナルセ君とエーペックスして今まあ夜も更けてないのにお酒飲みながら配信して、で今日の一日終わりだよこれで。いつ結婚できるんだろうね。まあ確かにね、オタク君さ、そうだね。まあまあまあ、なんかこういう人生も楽しいしな、いいんだけど。ああ、
次どんな曲作ろうかな。これこの放送終わったら焼肉弁当食べながらあれやろうと思ってるね。6曲目の BGM 作ろうと思ってて、あのね、あ、そう、最近さ、ちょっとさ、みんなに聞いてもらしいんだけど、すごい ね、仕事をね頑張ってるの。あの音楽だけじゃなくていろんな仕事を頑張っててね。でまだ告知されてないんだけど、2月の10日にあの生放送します。ヒカルくんと僕とひろゆきさんとの生放送を2月の10日にやります。今一応10日予定って感じ。リスケしたらごめんね。これね、日にちがねどんどん後ろになっていっててなかなかなっちゃうんだけど、今回ねちょっとね、お仕事のね関係上、すごくいい感じで放送できそうなの。第2回目だけどまだ、そう、もうちょっと前回より設備が良くなってると思う。うん。テーマは何だったかな。でもなんかそこまでぬるい感じじゃなかったと思う。やっぱ過激だったよ。やっぱあの二人だからさ、すごい過激で。チャンネル僕っすね。なんかチャンネルは知らないけどね、ひろゆきさんもひかるくんもさ、僕のチャンネルでやらせようとするんだよいいよ、いいけどさ、なんで僕のチャンネルでやんの。絶対僕じゃなくてさ、ひかるゆきさんとかひかるくんの方がさ、テーマ的に合ってるしさ、人来るでしょ絶対ね。えうちの視聴者そんなさ過激な話聞きたくないっしょ。聞きたい？多分結構あれだよ、なかなかこうハードな話するよまた。聞きたい？いいよいいよ。明日の放送、明日明後日、明後日かな、どうかな。ちょっと一旦社員と相談するから、ちょっと待って大丈夫、まあどっちにしろ僕は下ネタは言わないし、あの二人が下ネタとかなんかハードな話をしても僕は大してね、ニコニコしながら、ああそうですねって言ってるだけだからでもね、あの二人はね、配信上だと僕と違うタイプですね。ヒカルくんもひろゆきさんも配信上だとすごくこう発言が過激になるんだけど、あの配信外だと割とそんなことない。で僕は配信上だと発言は普通なんだけど、まあ、配信外だとまあ普通だね、まあ、あんま変わんないかな。まあ逆だね、配信外の方がまだあれかも、おとなしくないかも。配信中の方がおとなしくなっちゃうタイプかも。なんかね、言うことがなんか前さ、僕さちょっとしたさ冗談でさ、あの海外で炎上したことあってそれでなんかちょっと怖くなっちゃって、なんか発言するのね、発言がねちょっとね丸いんだよね。でも本当はもっと言いたいよ、いっぱい。やめろ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 、出すな出すな、分かる人出すな、言うな、やめろ、また炎上するからやめて。あれ冗談だったの、僕は冗談で、日本で許されてる冗談だから、ジョークのつもりで言ったら、なんか海外でなんかトレンド1位になって大炎上したわ。海外で、日本で炎上したことないのに海外で炎上したことがあるっていう、なんかレアなワールドワイドバーニングだった。いや怖いよ本当に、ちょっとしたことが炎上しちゃうから。なんかちょっと酔ってきた、本当にガチでガチで酔ってきた、やばいかもしれん。携帯ないかな、携帯ないかな。ちょっとソラレさんに電話かけよう。ソラレさんに電話するわ、意味もなく。ソラレさんに意味もなく電話するわ。いやこれ大丈夫かな、配信してるけど、出ないんかな。出ないわ。なんで出ないんだろう、なんで出ないんだろう、なんで出ないんだろうなんで
なんで坂田だ、坂田、坂田、もしもし、あ、坂田、あ、出てなかった。坂田、今さ、坂田、放送してるんだけどさ、今放送してるんだけど喋ろう。いや別にいいけど。今何してんの？いや普通にテレビで見て寝ようと思ってたわ。あ、ほんと？今大丈夫、喋っていい？いや、いいよ。あ、もしもし、今声聞こえてるよ、坂田の声聞こえてますか？あ、聞こえてますよ。え、困ってるって言って。最近マックさ、うん、えぐいぐらいとつまちはま、とつまちがとつはまってない？あ、なんかさ、楽しいんだよね、なんか突然みんなに話しかけんの。みんなの突然社交的になるなよ突然社交的になってるじゃん。え、なんかさ、みんながこう慌てふためく姿と、そしてなんかちょっと一人で喋ってる時寂しいじゃん。あの寂しさを埋めてくれるようで楽しいんだよね。いや、それはそれで需要絶対あるって。マックの独り言聞きたいって。ほんと？それは、うん、いやいやいや、あの、なに、ツアー切ろうとしてる、もしかして？いや別に。え、今なに、切ろうとしてる？いや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 、別にそういうわけじゃないけど、うん、需要あるよって教えてあげてんのよ。あー、びっくりした。なんかいきなり喋んの嫌だみたいな話かと思って、勘違いしちゃって。やめろよ、ほんとに。いや、ビビるわ、ほんといきなり。今ちょっとね、お酒飲んでてちょっとおかしいかもしれない。なんかもし、あ、申し訳ないことしてたら、テンション高いなと思ったよ。ごめんね、ほんと、なんか失礼なことあったらごめんね。あ、ごめん。何してんの、坂田？うん、お、放送で出てきたのって俺だけ？うん、坂田だけ。他は誰も出てくんなかったよ。あ、嬉しい。え、この後誰行くの？いや、坂田だけだよ。俺だけかい？うん、嬉しい。クリスタは突然電話なんかかけてくるから。坂田最近2人で飯とか行ってないよ。いや、行ってないね。え、ね、明日か明後日どっちか暇じゃないの？いや、暇だけどね。いや、ちょっと今時期的な意味でね、あんまり行ってないの、外に。あ、そうなんだ。そう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 。あ、そっか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 。そうそう、俺らもね、あるから。あ、じゃあご飯とかも食べれないのか。あー、そうね、リモート飯でだったらいいよ。あ、やろうやろう。じゃあさ、明日かさ、言ってる、冗談で言ったのに。あ、うん、やろうやろう。寂しすぎだろ、まあ、やろうよ。俺マジでさ、人と喋らなすぎて毎日猫の顔しか見てなくてさ、ああ人間の顔わかんなくなってきた。ああ、そうか。そんなに薄くないと思うけどな、多分みんな特徴的な顔だから。明日か明後日どっちか暇な日ある？いや、暇な日はあるけど。何？嫌そうだね、なんか。いや、何と思って先に聞いた。あ、いや、そのリモートご飯やろうよ。マジで言ってる？え、なんで？あ、いいよいいよ、やろう、じゃあやろうよ。え、何？やろうやろう。ね、やる気なかったのにやろうって言ったの、もしかして？いや、リモートご飯って何が楽しいねんって正直思わん。おー、え、何？やりたくないのにやろうって言ったの？ごめん、それはそう。やりたくないのに冗談でやるかって言ったのに乗ってきたから今ビビってんだよ。ビビるわ。そっか、うん、あ、なんかなあ、ひどいな、なんかそうやってなんかもて遊ぶようなこと。いや、全然いいよ、やろうよ。あ、やる？しようよ。オッケーオッケー。じゃあ明日か明後日、明後日って浦島坂手線の月曜日？あ、そうね、月曜日あるね。じゃあ明日俺生放送するかもしれない。明日か明後日どっちかするかもしれないから、してない時間になんか通話つなぎながらご飯食べよう。よし、じゃあメッセージちょうだい。その時メッセージちょうだいって言った？ん？メッセージよ。あ、メッセージ、わかった。え、いつでもいいの？あ、いつでもいい。うん、わかった。あ、寂しすぎじゃない？大丈夫。心配あるわ。そろそろね、でも人間の顔見たいわ。そうか、うん、猫として喋ってないからね。そう、猫と喋ってる。あの人たち、しかも猫お腹空いた時しか喋り返ってこないからさ。あ、猫も猫でね。そう、元気な猫だな。そう、頼むわ。分かった、うん、じゃあまた連絡ちょうだい。え、何切ろうとしてんの？ちょっと早くない？切るの。え、切るの早くない？いや、もう4分も喋ってない。え、なんでそんなにさ早く切ろうとすんの？いやいやいや、いいよ、全然喋ろう。久しぶりに喋ろうってなったのにさ、なんでそうやって早く切ろうとすんの？い
やいや、だってもう放送してるもんちょっとプレッシャーあるわ俺あるよ、ね、今寝ようとしてたの？あ、寝ようとしてるごめんね、完全寝ようとしてる寝ていいよ。あ、じゃあまたね、頑張ってね。またね、はい、バイバイ、おやすみ。おやすみって最後に言う気の前に聞かれた。はあ、なんかおやすみって最後まで言う前に切られたわ。やばいな、お酒飲まない方がいいかもしれんな放送で。いや、やばいか。放送これ途切れてない？大丈夫？聞こえてる声、ね、みんなの声聞こえない、みんなの声は元から聞こえないわ。え、これ放送見えてる？なんかさ固まったんだけど見えてる？あ、あ、よかったよかったよかった、びっくりした、やばい。でまだねコップに一杯日本酒が残ってるね。日本酒ってさコップ一杯とかの単位で飲むもんだっけ？飲むわ。うん、うまあ、でもさ正直言っていきなり突発的にポーンって電話かけて出てもらえる、出てくれそうな人ってソラルさんとサカタンぐらいしかいないんよ。ソラルさん待ってね、見てみるわ。でもねソラルさん返事ない。ソラルさんって送ってみよう。返事ないわ。なんだこれ。寂しい。あ、やばい。そろそろ焼肉弁当来たかもしんない。天月くん？天月くん確かに、そういえば、待って、天ちゃんちまで。てんちゃん、てんちゃん。てんちゃん、てんちゃん。一旦文字ピッ、一旦アマちゃんどこだ。あれ、アマちゃんの LINE って何？あ、これか。アマちゃん今生放送、アマちゃん今な、あ、めんどくさい、かけよう。今かけてる。待って、一旦スピーカーホンにしないで話すね。あまちゃん、あまちゃん、あまちゃん、あまちゃん今生放送してるんだけどスピーカーホンにしていい？え、おい、何？はい、今声乗ってるよ放送に。あまちゃん、あ、どうも皆さん、どうも、アマスキと申します。よろしくお願いします。アマちゃん、聞きたいことが2つあるんだよ。いいよ、何でも聞いて。何でも知ってるから、俺。あのさ、なんでさ、とつまち放送とさ、逆とつ放送さ、すっぽかしたん？うん。ごめん。で、なんでさ、さ、すっぽかしたん、うん、20時5分にさ約束してたのに、そんなこと言わせてしまってごめんいや出てくれるだろうね。今さなんかカチャカチャ落としてんだけど何してんの？エイペックス。え、俺と話してんのにエイペックスしてんの？いや、ランクしてる。え、俺と話してんのに？うん、もしもし。もしもし。え、なんでさ俺と話してんのにゲームしてんの？いや、そんなこと言わせて便利な言葉だなそんなこと言わせてごめん。いや便利な言葉だな、めんどくさい人にとりあえず言っとく言葉みたいな仕事と私どっちが大事なの？そんなこと言わせてごめん。
なんかそんなこと言わせてごめんって、なんかここ何の答えにもなってないの。だってそうやって家って書いてあったもん、ツイッターで。あ、マジマジ、うん、何それ、メンヘラ対処法みたいなってこと。そんなのあんの。おい、なんか今それ何、俺のことメンヘラって言ったの今。いやそれはどういうこと、つまり。メンタルヘルスケア。人のことメンヘラって言った今。いやメンタルをむしろこうケアしてくれる存在。でも最近さ、約束してんのにさ来てくんないじゃん。違う、マジでマジでごめん。なんかごめん以外言わないの。普通に謝ってるの。本当にコツバチのやつは、うん、まず電話来んのかと思ってて、あでそれで俺声優のさ収録とかしてるときさ、うん、通知を全部切るようにしてんのよ、鳴らないように携帯が。おそれちょうど切ってて、それ切ってんの忘れてて、これ連絡来ないなと思って、なんか10分20分ぐらい経って携帯見たら、なんかあれみたいになってた、空気が。あーなるほどね。そうなんでさ通知切ったの。いやそんなこと言わせてごめん。声優の仕事なんてさ、収録の後だったんだよ。いや収録なんて他にいつでもできるじゃん、収録なんて。俺との話は今しかできない。山ちゃん明日暇。なんだっけ、であれだよね、ポツのやつは、うん、普通にそもそもレコーディング中で、うん、レコーディングにめっちゃ熱中してたら、うん、気づいたら配信終わってた。いいね、なんか熱中できることがあるって楽しそうで。私には何もないのに、いいね、熱中できること。趣味は？何もないよ、ただ人生何も面白くないなと思って生きてる。あ、そうなんだ、うん、話聞こうか。出た、なんか辛いことあった。いや音楽あるよ、冗談だから。音楽はってガチギレするな、視聴者。ちょっとあるよ、あるもちろんあるよ、冗談だから。音楽好きだよ。アマちゃん明日暇？明日？うん、ちょっと待ってね、明日、うん、あ、大丈夫だよ、時間は合わせる。なんか坂田とさ、あのカメラ通話つなぎながらご飯食べるんだけどさ、一緒に食べようよ。いいよ。特に夕飯。夕飯。あの別にそのあれだよ、放送するとかじゃないよ。ただご飯食べるんだけど、食べようよ。いいよ。よっしゃ。ありがとう。それか、なんかちょっとお外に食べ行く？パンケーキとか。的に、人数さえ絞れば今は大丈夫なのかな。今って何、そのパンケーキすらも食べられないぐらいやばいの、コロナウイルス。いや、まあ結構俺の周りでもかかってる人いるね。あ、そうなんだ。パンケーキもダメなんだ。パンケーキにそんな問題があるかどうかはちょっとわかんないけど。あー、まあなんかやっぱまん延防止がなかなかうまくいってない感じがあるから、気をつけんといけんね。そうなんだ、ごめん。あ、いやいや、なんかさ、あれよね、ワクチンとかさ、打っててもかかるから、ちょっと怖いよね。やめるわ、外出んの。なんかちょっと、元気、体調治って外出たいとか思っちゃった。ごめん、出んのやめる。なんか、落ち着いたらそれこそご飯食べ込みまして。うん。具体的にいつなん、それ。え？具体的にいつなん？ああ、倒しといてくれ。あ、倒しとく。じゃあ明日は普通にリモートご飯ね。あ、リモートご飯いいよ。オッケー。なんか、みんなそれぞれおすすめの出前頼んで、食べようや。オッケー。オッケー、やった。お互いに頼み合おうよ、お互いの住所見て。あ、いいね。それめっちゃいいね。いいね。誰が来るかわかんないっていう。わかった。それやりたいわ。ちょっと待って、坂田が頼むとさ、絶対さ、おつまみばっかじゃない？ご飯もの来ない。大丈夫、坂田が頼むのはマックンだから。
やだやだいや、え、じゃあ俺が頼むのはアマちゃんでいいの？あ、いい、そうなるね。いいの？俺の好きな食べ物はアマちゃんの家に頼んでいいの？やばいよ本当にいいの？一番地雷だと思うけど構わない、いい。え、じゃあ俺普通にあれ、なんか糖質制限のなんか全然すげえ味気ないご飯とかサラダに注文するわ。オーケー。何からぐらいまで食べれる、アマちゃん？おい、やめろ、それ系かよなんか名前に妙に極みとかなんかそれ系が入ったりする系のやつじゃん北極とかそうそうそう、赤いから基本的に、まあ、イメージカラーも赤だし、よかったね。話聞いてるだけで汗かいてくる。アマちゃんさ、めっちゃ真冬にさ、俺が中本行きたいって言ってさ、一緒についてってくれてさ、アマちゃん汗だらだらになって食べててさ、クソ辛いのにさ、なんか咳が入り口に過ぎてさ風入ってきてさ、もうクソ寂しさ、アマちゃん凍えながら汗かいて食べてんので食べきれないとか言って、辛くて食べられないとか言って、なんかバッティングで受けてんのかなと思ったもん。めっちゃ懐かしいな、貧血袋の中本行ったね。行ったね、懐かしい。うん、ちょっと早く遊びたいわね。え、うん、ね、あの俺エイペックス誘われてないけどさ、誘ってね。いや、もちろんだよ、うん。え、てか、え、まだいいね、ほら、え、何ちょ、やろうよめちゃめちゃ口下手な人間だったちょ、やろうよいや、ほら、まあ、ほら、ね、まだ詳しく言えないけど、なんかあるかもしれない、あるじゃん。ああ、オッケーオッケー。あ、いいね、いいね。あったね、そういえば。ごめん、全部忘れてた。匂わせしてこい、匂わせ。オッケー。遊ぼう。うん。うん。ちなみに今のね、4部隊12。マジ今何やってんの？ランク？ランク。あ、クレマスランク。タノッチ？うんうん。違う、あの、いつも他にやってるメンバー。あ、ジョジョおじさんとか。うん、そうね。頑張って。ああ、また遊ぼう。うん。明日ね、じゃあ。また遊ぼう。うん。じゃあ、あ、そうだ。頑張って。アマちゃん、アマグラスやろうってさ、あのクロちゃん、センダ君たちが。返したね。じゃあ、返事するわ。うん、返事して。あー、オッケー。ありがとう。アイス。またねー。はーい。はい。いいやつだ、本当に。性格がいい、シンプルに。優しい。友達にめんどくさい放送、めんどくさい突したところで終わりますか。ちょっと焼肉食べてくるわ。あー、またちょっと放送する、明日か明後日かどっちかね。うん、ちょっとごめん、さすがに酔いすぎてやばいからお茶飲んでくる友達いるね、友達いたわ。じゃあまたね、みんな。今日は放送見てくれてありがとう。あとたくさんスーパー、うん、え、なんだ、スーパー茶、なんだ、お茶、お茶くれてありがとう。そのお茶でお弁当食べる、ありがとうね。今日はお疲れ様でした。バイバイ、おやすみー。